イサーイ。昭和のことを知りたいならここでーす。おー、昭和博物館、これでやってる。で、ここで話す、逆もしかしたら。どっちだろう、わからない。それが同じ昭和生まれでも、そう昭和長いからね。うわー、いっぱい本当いろんな小物が、キャラクターがすごい。赤瓦屋根がね、ですね、沖縄のもう象徴である赤瓦もありますけど、昔の雰囲気こんなだったんだ。こちらにね、その時代の名残、まさに当時の写真が、昭和のね、それこそオリオン通りでございます。もうこちらはね、本当に古い居酒屋とかが立ち並ぶんですけれども、昔映画館もありましたし、なんかヤギ汁のお店もね、今あったりするし。